バギズムとは、1960年代以末に、ジョン・レノンと小野陽子による数々の平和運動の一環で作られた言葉である。偏見や固定観念を風刺する意味が込められている。バギズムは、文字通り人がすっぽりと袋に入る。袋の中で生活することで、肌の色、性別、髪の長さ、服装、年齢など、外見に関する情報が判別不能になる。 それこそが完全なコミュニケーションの形であると提起された。バギスとの話を聞く者は人の外見にとらわれず、そのメッセージにのみ耳を傾けるようになる。ジョンとヨーコがバギズムのアイディアを披露したのは、1969年3月31日ウィーンでの記者会見だった。そして1969年6月14日、デビッド・フロストとの対談で、 より具体的に説明された。ベッドインに代表される彼らの型破りで、気ままで、喜劇的な雰囲気の平和活動を、バギズムは反映している。その異様な世界観が、人々の注目を集めることで、バギズムは、社会的、政治的な強いメッセージとして世界に発信された。ジョンはこう述べている。ようこと私は、世界の道化師になることを心から望んでいる。 そうすることで我々がいくらか良くなるのなら、レノン夫妻は以前にも袋を使ったパフォーマンスをしている。それは1968年末、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで前衛芸術家たちが集結したイベントザ・アルケミケル・ウェディングでのことだった。このイベントはアーツラボとビットにより開催され、観客が受け身の消費者ではなく、 参加者になるような試みが模索されていた。そのステージで、ジョンとヨーコは黒いベルベットの大きな袋に乗り、あぐらをかいて向かい合い、身をかがめ、袋を閉じた。45分間に彼らが動いたのは二度、より深く身をかがめただけだった。これは観客に対する大きな挑戦だった。ヨーコはバギズムについて、サンテグジュッペリチョ、星の王子様のテーマ。 心で見ないと、物事はよく見えない。肝心なことは目に見えないから着想を得たと述べている。彼女とジョンの外見を袋に隠すことで、彼らの本質、メッセージの本質が見えるようになることを望んでいた。バギズムはニドビートルズの楽曲で触れられている。最初は、ジョンとヨーコのバラードの一節、イーティングチョコレートケークイーン、A バックで、これはウィーンでの記者会見を示している。 次は、カムト e t o g の一節。HE バックプロダクションで、これは、レノン夫妻の PR 会社バックプロダクションズ、リミテッドを示しており、その社名は、バギズムに由来する。バギズムは、ジョン自身の楽曲にもさりげなく使われていて、平和を、ガトーニの一節には、エブリバディーズトーキン、アバウトバッジザム、シャジザム、ドレアグザム、マディズム、レイジザム、デイジザム、デ,ムデ,ムデ,ムディス、 イズム、ザット、イズム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 、とある。ジョン・レノン空港2006年、リバプール・ジョン・レノン空港のターミナルビル正面ガラスに、バッジザム、シャジザム、ドレアグザム、マディズム、レイジザム、テイジザムの文字が飾られた。この時、空港内の随所に、様々なジョンの歌詞があしらわれた。2008年8月18日、リバプールの中心地で、 地元の二人の芸術家により、路上、バギズムが数時間にわたり実演され、ノイジーなエレキギターの演奏と詩の朗読が行われた。これは、同年8月22日に行われた、ビューツーギャラリーでのバギズムイベントに先駆けて、前衛的な付随イベントとして、ビートルズウィークに行われた。ありがとうございます。